宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第26回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？この放送も7月に始まって半年、そして今年最後、2012年最後の放送となりました。いやー、長いようで全然長くないな。感覚としてはあっという間でしたね。特にね、8月から後が早かった。いや、宮永ね、だいたい今までは1月に1、2回のペースでライブに参加させていただいたりして、お客様とね、直接お話をさせていただくような機会を持ってたんですけれども、今年は8月にライブがあって、で、その後11月に予定したんだけど、まあ宮永のね、ちょっと体調不良、喉の不調ということがあって、生まれて初めてライブをキャンセルさせていただくことになっちゃって、で、今年がもう終わっちゃうという。本当だから後半全然ライブできてないし、前半もなんか毎月やってたわけではないので、今年何やってたかなってちょっと振り返ってみたら、一番大きなのは株式会社を作るっていう企画に参加したことですよね。株式会社ボラーレボックスという会社を社長の足立真理さんと、あと私とゆっちょんとなずなとチャケとガチャミントっていう6人で作って、で、それを運営していく。なんかもう怒涛のようにね、いろんなことがあって、夏にいきなり長泥で、なんだっけ、ラフティング、そう、ラフティングをするぞと株主様に言われまして、ラフティングってなんぞやみたいな感じで行ってみたら、川をね、なんかこうゴムボートみたいなので下っていくという、急流下りっていうのかな、それっぽいやつ、そういうのに参加したりとか、あとは会社を作ってその社歌を作るぞとか、ホームページも作るぞとか、あと農園を作るぞって言って、なんかその野菜を今まだ作ってるんですけどね、あとはね、ラジオドラマっていうか、まあオーディオドラマを作るぞとか言って、いっぱいいっぱいいろんなものを作って、名刺も作ったし、まだ完成してないけどパンフレットも作ったし、この間カレンダーできてきたし、何してたかなって、宮永なんかずっとパソコンの前で戦っていたような気がします。そんな一年だったかな。来年のことをね、話すと鬼が笑うとよく言いますが、もういいよね、もういいよね、最後の週だもん。というわけで、来年は喋る方もより一層パワーアップして、そしてパソコンの技術もパワーアップして、なんか自分でいろんなことを発信できる、もっともっと発信できる存在になりたいなと思います。というわけで、ちょっと来年の抱負なんかもお伝えしてみた。今週も宮永の趣味満載なまったりトークです。どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流昇雨会と小笠原父島のエコ民宿 in 甲守邸の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流昇雨会、マイマイつぶりの歩いた後には。はい、というわけで、
改めまして宮永舞です。今年最後にお届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。今回出かけたのはですね、池袋なんです。いや、池袋こないだもやったじゃんっていう、そういうご意見もあるかと思うんですけれども、まあ宮永が帰る道すがら必ず乗り換えるのが池袋なんですね。池袋から出ている私鉄の沿線に住んでいるので池袋は絶対通るんですけれども、で、まあお買い物もね池袋多いんですけども、いつも行くそういうまあ、いわゆる栄えている池袋ではなくて、池袋で猫を探すお散歩をやってみました。いや、実はね、北口から北池袋、東武東上線の北池袋の方に進むと住宅地なんですね。で、その住宅地が、まあ何と言いますかですね、猫のパラダイス、いや猫にとってのパラダイスかどうかはちょっと猫じゃないのでわかんないですが、猫好きにとってはなかなかない猫がたくさんうろうろしているスポットなんですよ。宮永が住んでいる町にもね、きっと猫いると思うんだけど、めったに見かけることがないんです。最近猫も犬もね、室内飼いが基本になってきてますもんね。宮永が住んで、宮永の実家がある福岡なんかだと結構まだ猫ね、外をうろうろお散歩してたりするんですよ。で、宮永が小さな頃というか子供の頃、小学校から結構大きくなるまで長生きした猫がいたんですけれども、その子たちも自由にね、外に遊びに行って、で、また見回りして帰ってきてご飯食べてみたいな生活をしてました。なんだろうな、やっぱ外は危険がいっぱいだから出しちゃダメだなって思う気持ちもある反面、でも猫がね、外に出て虫を捕まえて遊んだりとか、ちょっとどっかに隠れて日向ぼっこしてたりとか、そういうことができるっていうのは素敵なことじゃないのかなって思うんです。まあそういうわけでね、猫が外を歩いていると嬉しくなってしまう宮永なんですけれども、ましてその猫がさ、まあもちろんそのいわゆるお家のないノラちゃんだとね、どうしても毛並みが良くなかったりさ、お腹空かせてそうだったりするじゃないですか。そういうのだとちょっとかわいそうな気持ちにもなってしまうんだけど、お家がある、ちゃんとご飯をもらうあてがある子でふふーんって感じで外で遊んでると、おーいいなーって思うわけなんですよ。で、そんな猫ちゃんを探す池袋の散歩なんですけれども、北口を出て、それから道の名前がわからない大きい通りに向かっていく、そういう通りがあるんですよ。お店があって飲食店もちょっとあってみたいな、そういう通りがあるんですけれども、そこのね、途中にね、謎の公園でいいの？池袋の森っていうところがあって、しかも入り口がすんごくわかりづらくって、何？今の何？みたいなところを入っていくと池袋の森ってなってる。で、そこにそういうものがあるっていうのはもう事前に知ってたんだけれども、その入り口のところでね、見かけてしまったんですよ、猫ちゃんを。だからね、入ってってみてね、あ、いるかないるかなって思ったんだけどさ、でもさ、そういう公園的なものって基本的には猫は入っちゃダメってなってるじゃないですか。で、管理人さんがいるとさ、こら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 って追い出されてたりするから、で、猫ちゃんを入り口で見かけたってことは出てきたところだったわけで、まあ、その子が中にいるとは限らないんだけれども、そのね、すぐ横の路地というか人間が入れないぐらいの隙間を入ってってしまったので、もしかしてまた中に入ってったかなと思って追っかけてみました。そしたらね、まあ残念ながら猫ちゃんには会えなかったんですけれども、なんかすっごい大きいっていうか背の高い木を見つけた。なんだろうな、だってその公園でいいのかな、池袋の森って。
がものすごい狭いんですよ、森とか言って。でもね、そのね、背の高い木が2本あって、特に片方がすごく背が高かったんだけど、うん、その木だけなら、ああ、森って名乗ってもいいよってちょっと思えるような、本当にこうまっすぐに空を目指して伸びましたみたいな木がありました。その木が見たいっていう方、写真載せておきましたので見てみてください。そして暇があってちょっと見てみようかなって思ったら、本当入ってみて、そして見てみて、すごく背が高くてびっくりしますよ。でね、そこをまっすぐまっすぐ行って大きな通りを渡って、でも本当に住宅地っていうところに入っていって、で最初はね、あんまりね、猫ちゃんが見かけなかったんだけれども、てか見かけても遠くにいて、で、あって思って寄ってくと逃げちゃうんだよね。そうなんだよね。猫ってさ、だいたいさ、あんまりさ、寄ってきてくれない？うん、たまに寄ってきてくれる子もいるんだけれども、これはノラちゃんとかお家のある子、区別なく相手が寄ってこようと思ってる時は寄ってきてくれるけど、そうではない時は、あ、猫ちゃんとか言って、声かけると、こっちの方チラッと見て、走って逃げるよね。なんでだろう。こっちはさ、好意を示してるんだからさ、あ、どうも、みたいにお会いそうでもいいから、ちょっと相手してくれるといいのになって思ってしまいます。うん。でもね、すっごいいっぱい猫のいる一角って言ったらいいのかな。最初にね、見かけたのがね、確か、駐車場のところに猫がいて、ああ猫ちゃんだと思ってたら、その子はね、その駐車場の隅っこでご飯を食べてたんですよ。だからもしかしたら、あの子は、うん、お家があるっていう子ではなくって、定期的にご飯をもらえてるっていう子なのかもしれないんだけれども、ああ猫猫とか思って、こう、でもその子はね、ご飯中だったからね、こっちをチラッと見るだけで全然、うん、気にもしてくれなかった。いや、気にはしてくれたか、でもチラッて見てくるだけだったんですけど、その次のね、角を曲がったら、あ、完全にね、人様のお家なんですよ。人様のお家なんだけれども、その入り口のところで、やっぱり別の猫ちゃんがご飯食べてて、で、ちょうどなんて言うんだろう、ベランダじゃないんだけどさ、そういう風に入り口がなってたの。で、猫ちゃん、猫ちゃんって声かけてたら、チラッて見てね。でもその子もまあご飯食べてたから、こう、チラッて感じなんだけど、ふんふんって思って、ちょっと近づいてみて、それで、お家にね、近寄ったらね、そのお家、まあ覗いちゃいけないんだけどさ、地下に続く階段もあって、そしたらその地下の階段の先でも、猫ちゃんがね、ご飯食べてて、あ、あそこにも猫ちゃんがいる、とか思って見て、猫ちゃんって声かけてたら、好きなの？一匹持ってく？と声をかけてくれたのは多分そのお家のおじさん。はい、あのすみません、本当ね、でも猫好きの方って猫好きのことを信用してくださるというか、なんというか、だってさ、はっきり言ってさ、不審者だよね。人ん家覗き込んで猫ちゃん猫ちゃんって言ってんだもん。うん、でもね、なんかそれをね、苦笑しつつも、好きなんだね、一匹持ってく、いいよ、分けてあげるよみたいな感じで声をかけてくださったんですけど、宮永の家は猫ちゃんと一緒に暮らせるようにはなっていない家なので、丁重にお断りをして、はい、見せていただくだけにしました。そのね、先にもね、あのね、ちょっとちっちゃめの猫ちゃんと、ほぼね、毛色が同じ猫ちゃんと、だから親子か兄弟なのかなみたいな猫ちゃんが、やっぱりこう家の先にいてね、あーっと思って見に行ったらこっちに気づかれちゃって、すぐ走っていなくなっちゃったんだけど、そういう猫ちゃんとか、あとその次の駐車場のところにはね、真っ白な猫ちゃんがいて、結構毛足が長くて綺麗な子だったから、うん、もしかしたらあの子はちゃんとお家がある子じゃないかなって思う、そういう毛並みをした子だったんですよ。なんかね、そのね、町内って言っていいのかな、一角だけすっごい猫ちゃんがいっぱいいて、しかもね、みんな外にいるの。なんかそう思い出したとか思って、そうだよねそうだよね、なんか駐車場とかって猫が溜まって遊んでたりするよね。というわけで、今年最後にお伝えしたお散歩は、池袋で猫を探せの巻でした。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流大観流小鵜会。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ邸、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第26回、いかがでしたか。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメントなどからお寄せください。お待ちしております。そして次回の更新は1月3日、お正月三が日ですけど関係なく更新しちゃいます。もしかしたらちょっとだけフライング更新があるかもしれません。特にブログの方というのはですね、宮永の小笠原から内地に帰ってくる船の関係で、遅れるよりはいいかなということで、多分フライング更新しちゃいます。どうぞ来年もマイマイつぶりの歩いた後には、そして宮永舞をよろしくお願いいたします。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ邸の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。良いお年を。太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に、小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを